メルドラム酸、もしくは2、にじメチルマイナス1、3次オキ酸マイナス4、6次ンは分子式 C6H8O4 で表される有機化合物である。この化合物は1908年にスコットランドの科学者アンドリュー・ノーマン・メルドラムにより無水酢酸,酸と硫酸中でマロン酸とアセトンの不可脱離反応を行っている時に発見された。メルドラムは ベータ・ラクトンと構造を誤認していた。正しい構造はこのページに表示されているものである。メルドラム酸の合成メルドラムが使った方法に変わる。メルドラム酸の製法として、硫酸を触媒として、マロン酸と、酢酸イソプロペニルを反応させるものがある。メルドラム酸は高い酸化エリ定数を持っている。メルドラム酸は還元する他のカルボニル化合物に、 比べ非常に高い3度を示し、長い間これは異常であると考えられてきたが、2004年に大和田と彦らによって解決されている。大和田らは、メルドラム産の最安定廃座において、α イの CH シグマ軌道が COπ 軌道に沿った廃校をとっており、このために、規定状態が CH 結合を異常に強く、不安定化していることを見出した。メルドラム産は、 マロン酸と同様にクネーフェナーゲル宿合の主役として用いられる。メルドラム酸は熱不安定性を示す。高温においてメルドラム酸はベリカン状反応を起こしてアセトンとに酸化炭素および高反応性の欠点を生じる。欠点中間体は高温においてメルドラム酸を瞬間真空熱分解することによって単理することができる。これらの非常に 旧電子性の高いケテ点は他の化学物質と様々な反応を起こすことができる。熱分解は溶液中でも行うことができるため不安定なケテ点中間体を単離することなくすでに加えてある化合物とのワンポット反応を行うことができる。比較的単純で新しい炭素間結合や環状化合物、アミド、エステル類、酸類を合成することが可能である。 このため、メルドラムさんは、合成科学者にとって非常に有用な主役である。ありがとうございます。